じゃありませんよね。ベンジスから来たんだけど、シェルター201ってここ？責任者と話がしたい。責任者は私です。バイリンと申します。もう何日もあなた方の情報がベンジスにとっと届いていません。何かあったのですか？ハイエナに襲撃されて、エナジーや食べ物、薬、水のほとんどを奪われました。通信機が壊れたせいで、外の世界とも連絡が取れずにいたのです。ショーンという人に会わせてほしい。カレイド社長からその人がここにいると聞いた。ショーンさんなんて人はここにはいませんよ。あ、でも私が覚えていないだけかもしれません。ありがとう。その前にシェルターの仕事を手伝わせてくれ。何か俺にできることはあるか？今一番困ってるのは飲み水の不足です。一つしかない浄水装置が壊れてしまったので、フィルターを交換してエナジー供給機能を修理しないといけません。でも備蓄していたスペアパーツまでハイエナに奪われてしまいました。それなら任せて。ハイエナの居場所を教えてくれたら取り戻しに行くよ。
ありがとうございます。あとはエナジー供給機能さえ修理すれば浄水装置が使えるようになります。合計3機あるシェルターの風力発電機は全て襲撃の際に壊れてしまいました。でも専用の工具がなくて修理できないのです。足りない工具はなんとかなりそうか。予備もあったのですが、襲撃のどさくさで紛失してしまって、こうなったら運試しにベンジスに行ってみるしかなさそうですね。提案。工具に関してはベンジスに戻り、クロウさんに助けを求めるのがよろしいかと。よろしくお願いします。私もできる限りショーンさんの情報を集めておきますね。また会ったな。クロウ、シェルター201の風力発電機が故障したんだけど、工具を持ってないか？シェルター201。ああ、バイリンのとこか。また問題が起こったのか？工具ならここにある。ほら、やるよ。ありがとう。いいってことさ。イルミネーションの礼だ。待ってるだろうから、早く行ってやりな。
治ったぞ。バイリーの方は手がかりをつかめたかな。戻って聞いてみません。発電機は3台修理し終わったよ。シェルターのエナジー供給はこれで回復するはずだ。よかった。これでみんながきれいな水を飲めます。お探しのショーンさんですが、誰も心当たりがないようです。もしかして聞き間違えたかな。社長は確かにショーンと言ってたはずだけど、もう一つ可能性があるとすれば行員さんですね。少し前にキリオンの鉱山から逃げてきた人たちがいます。私はよく知らないのですが、その中にお探しの方がいるかもしれません。彼らの仮住まいを訪ねてはいかがですか。すぐそこにあるあの家。すみません、ショーン・ガビルという人を知りませんか。シャドウや、うちの可愛いシャドウや。シャドウ、いや、ショーン・ガビルって人のことを聞いてるんですが、どこにいるか知ってますか。シャドウ、シャドウなのかい。あのシャドウ、早く帰っておいで。ショーン、そんなやつここにはいないけど。説明。その人はあなたと一緒にキリオン鉱山から逃げ出した行員です。行員？パンゴリンやタミル、フォーチュンならわかるが、ショーンなんてやつは知らねえな。そっか、ありがとう。他を当たってみる。よっ。ほっ。ショーンって名前の知り合いはいるけど、君が探してる人とは違うな。そいつはもう何年も前に死んだ。その行員ってやつ、名前間違ってないか。本当に間違ってるのかも。ショーンが本名じゃなかったら厄介なことになるな。日記にはブライアンとあります。バイリンに聞いてみてはいかがでせん。どうでした、ショーンさん。ショーンの日記は見つかった。でも関係者は全員ショーンを知らないと証言してる。ここでは身分を偽っていた。今唯一の手がかりはシェルターに住むブライアンという名の子供だ。その子のブライアンを探してるんですか。あの子ったら私にも居場所がわからなくて、彼のお母さんオリビアに聞いてみてください。
なた、この辺の人じゃないわよね。ブライアン、あの子がまた何かした？しばらくおとなしく家にいなさい。どこへも行くなって言ったのに、まったく。それは誤解です。私たちは彼に聞きたいことがあってきました。あの子なら家の裏手の芝生にいるわ。向こう側に回ったらすぐ見えるはず。案内しましょうか？いや、大丈夫。いや、君がブライアン？そうですけど、ブライアンという人が他にもいれば別ですけどね。僕、あなたが浄水器を直すとこずっと見てました。ベンジスから来たんでしょ？知ってますよ。人を探してるんでしょ？でも聞く相手を間違えてます。レイおじさんやベンはショーンなんて人を知りませんから。リンダおばあちゃんは、チャドがいなくなってから頭が変になってしまったんです。ショーンを失踪した自分の息子と勘違いしてるんですよ。あなたはショーンを知っているのですね。もちろん、ここではパンゴリンって呼ばれてます。あそこに大きな倉庫があるでしょ？あの中にいますよ。でもあそこは、バイリンさんが立ち入り禁止にしています。倉庫の監視装置はずっと前に充電が切れたから、中の様子がどうなっているのか、今。なぜその人を閉じ込めているのですか？中にいるのはショーンだけじゃありませんよ。他にも重傷の人とか、サプレッサーが壊れた人がいっぱいいます。みんなベンジスからの救援物資を待ってるんです。それって、死ぬまで倉庫に閉じ込めるつもりなのか？ねえ、もしショーンに会いたいなら、バイリンさんにお願いした方がいいですよ。バイリンさん、ショーンの手がかりを見つけたよ。ここではパンゴリンという名を語ってる。そうですか、パンゴリンが。ブライアンたら、払いざらい話してしまったのですね。実はパンゴリンはもう持ちこたえられなかったのか？いえ、電力供給が回復した後、倉庫内の監視カメラを確認したところ、彼らはもう元の姿ではありませんでした。それはつまり変異したということですか？ベンジスから救援物資が届けば彼らを救えると思っていたのですが、今は変異した人たちをどうすべきかは分かってるよね。でも、あそこにいるのは私たちの仲間です。私にはできません。彼らはもう仲間じゃない。シェルターでずっとモンスターを飼い続けるなんて無理だぞ。わかりました。倉庫を開けさせましょう。あなたも協力してくれませんか、モンスター。倉庫からミュータントが。慌てないでください。一緒にこの困難を乗り越えられなくてごめんなさい。でもあのモンスターたちももう仲間ではありません。ありがとうございます。これでもう安心です。
は。彼は立派に自分の務めを果たしたよ。ここで亡くなった人たちはみんな私たちの仲間です。彼らの払った犠牲を私は決して忘れません。頑張ってリーダーの責任を果たします。みんなの期待を裏切らないように。バイリンさんならきっと素晴らしいリーダーになれます。いろいろありがとうございました。シェルターの再建はまだ始まったばかり。私今まで以上に頑張ります。フランツさん、ベンジスのオムニアムタワーは止めたよ。ジークの件、調べはついた。ナビアのケイトス島に向かったようだ。大方変わり者のドクター・クレアのところにでも行ったんだろうね。あの女はハガードの元研究員だよ。あることが原因で仲間れして、今は単独で動いている。彼女は一人でケイトス島を築き上げ、奇妙な小型の人形を次々に作り出した。それからはずっと島に身を隠して研究を続けてきた。なんていうかな、傷の方は大したことない。だがピオの件でショックを受けて落ち込んでる。カレイドおじさん言ってた、あなたには感謝してるって。それと私たちに合わせる顔がないとも。人間ってのは愚かなことをしでかした後になってようやく冷静になれるもんだ。カレイドには反省する時間が必要だ。彼には早く元気になってもらわないと。あなたたちここを出ていくの？ああ、俺たちにはまだやることがある。いつまでもここにいるわけにはいかない。ここからは二手に分かれよう。君はケイトス島に調査に向かってくれ。俺はハガードに戻って上に協力を依頼してみるよ。広く呼び出し、ドクター・クレアはハガード
の上級研究員でした。研究成果は AI サーバントの初期開発に応用されています。君もドクター・クレアが作ったのか。記録呼び出し中。ミアは記録消失。オリジナルデータを呼び出せません。博士と話してみたくないか。いいえ、記録によると博士は短期で変わり者です。ミアは話したくありません。Thank you.